この動画はDigiKeyの提供でお送りします。こんにちは。今日はハンダごての電力調整に使えるパワーコントローラーを自作します。温度調整機能のついていないハンダごてだと小手先の温度が上がりすぎて小手先がすぐに酸化してしまいます。なので今回自作するパワーコントローラーをつければ小手先の温度を少し下げて酸化を遅らせることができます。ということでまずはこちらのブレッドボード上で試作してみます。ブレッドボード上で試作していきますが、必要な部品は5個だけです。こちらがトライアック、電力を制御します。これがダイアック。ダイアックと一緒に使うキャパシタ、抵抗と可変抵抗、これだけです。まずはトライアックからつけていきます。これは電力を制御します。このダイアックをトライアックのゲート端子に挿してしまいます。そして次はキャパシタ、これもですね。このキャパシタと可変抵抗を接続してしまいます。ちょっと可変抵抗の接続が危なっかしかったので、これでやってしまいます。とりあえずブレッドボード上での試作が完成しました。こちらにある可変抵抗を回すと電力を調整できます。今は最小にしておきます。でこちらの抵抗ですね。今回はとりあえず抵抗の 100kΩ でほとんど電流が流れないような構成にしています。そして安全のためにですね、ブレーカーも用意しました。では実際にこちら加えてみたいと思います。このブレーカーを入れて、そしてここへの可変抵抗をまたか、全く原因が分かりません。今回 100kΩ のところから抵抗を取ったはずなんですけども、もしかしたら 100kΩ じゃなかったのかもしれません。 1kΩ とか 100Ω とかそのくらいだった可能性があります。いずれにしてもこういう風な高電圧を扱う時はですね、抵抗値とかそういうのに気をつけましょう。約束です。では気を取り直してもう一度実験をしてみます。今度は負荷を白熱電球に変えました。燃えることはありません。ブレーカーを入れて試してみます。ちゃんと動きました。この可変抵抗を回すと白熱電球の明るさがどんどんと暗くなっていくのが分かりますでしょうか。はい、動いていますね。こちら、おお、眩しい。では実際にオシロスコープの波形を見てみます。電源を入れると今全開で明るく光っています。これを調整していくとこういうふうに波形が切れていくのが分かりますでしょうか。この波形が切れている状態というのが明るさがですね、どんどん暗くなっていく。つまり電力を絞っている状態になります。完全に電力を絞った状態だと何も点灯はしません。何もついていない状態で少しずつ明るくしていくと、はい、点灯しました。これをさらに明るくしようとしていくと、このように波形も元の制限波の形にかなり近くなってきます。ブレッドボード上で 100V の電圧を扱っていますが、これはとてもデンジャラス1圏のような状態なので真似しない方がいいです。ですので実際にこの後回路を起こして試してみます。回路制作を始める前にまず簡単な動作原理です。これが先ほど作成した回路図です。ここが入力の電圧、コンセントです。これは負荷です。先ほどですと白熱電球で試しました。そしてトライアックがあります。トライアックは3本あるうちの1つのゲート端子にパルス電流を流すことでオンします。まずこれが入力の電圧、そしてこちらが負荷の電圧です。まず電源の電圧がこのような制限波状だったとします。トライアックのゲート端子にパルス電流を流すまでは負荷の電圧は 0V のままです。ずっとトライアックに電圧がかかったままになります。負荷の電圧は 0V のままです。ちょうどこのタイミングでトライアックのゲート端子に電流を流したとしましょう。そうすると電圧がこういうふうにいきなりピッて立ち上がります。あとは電源電圧と同じようにこのように下がっていくと。なのでこのようにいきなり立ち上がるような電圧が負荷に加わることになります。電源電圧が負になるとトライアックに流れていた電流は流れなくなります。次のゲートパルスが来るまでずっとトライアックに電圧がかかったままになります。負荷に電圧はかかりません。ここのタイミングでゲートパルスをまた流したとしましょう。そうすると負荷の電圧はこういうふうに立ち上がって、制限波と同じ波形になるわけですね。で、こういうふうになると。これを繰り返すことで負荷の電力を調整できます。ここでゲートパルスをどうやって作っていたかが重要です。それはダイヤックと可変抵抗、そしてキャパシタを使った回路になります。これが実際の回路です。ここにあるダイヤックですが、動作が面白い素子です。電圧がある一定より高くなると導通を始める素子です。ここに抵抗とキャパシタがありますが、抵抗から電流が流れてキャパシタが充電されると、キャパシタが充電されてある一定より電圧が高くなると、こちらにパルス電流が流れます。そうするとトライアックが導通するわけですね。で、負荷にも電流が流れると。これが基本的な動作です。先ほどは可変抵抗を回して電力を調整していました。ここを可変抵抗にします。この抵抗値を大きくしてキャパシタの充電を遅くすれば、その分電力は絞れますし、抵抗値を小さくしてキャパシタの充電速度を速くすれば、このトライアックにバンバン電流を流す、電力を絞らないという状況になります。これが基本的な動作原理です。今回は 100V の回路を扱いますので、実際にプリント基板を起こしました。このように回路CADで実際に回路像を起こして、そしてレイアウトの設計をします。先ほどの試作回路に加えて、実際の回路では重要になるフィルター回路や、もう少し操作性を良くするためのヒステリシス回路を入れました。設計が終わった後はデザインレビューをして、少し手直しした後に中国のプリント基板業者にプリント基板の製造を依頼しました。これが実際に出来上がった回路です。今回は金メッキ仕上げにしました。塗装は艶消しの黒です。少し特別な仕様で作ってみました。発注してから届くまでは5日ぐらいかかりました。金メッキや基板の品質はそこそこ高いです。で、実際にハンダ付けしていきます。トライアック、ダイヤック、キャパシタ、あとは端子台であったり、その他もろもろの部品も一緒にハンダ付けしてしまいます。これがいろいろ部品をハンダ付けし終わった後です。可変抵抗は今回ここにつけました。ここが負荷につながります。この辺りがフィルター回路のキャパシタです。そしてダイヤック、トライアック、キャパシタ、先ほどの試作回路であったやつですね。で、こちらありますけど、これブリッジダイオードです。ブリッジダイオードはヒステリシス回路の部分で使われていますが、部品選定をいろいろと間違えた結果、このような空中配線での対応となってしまいました。でもこれでも動くので OK です。今回はこの基板を入れるための箱も作ってみました。こういう風にスイッチが光ったり、あとは装置や負荷が壊れた時に重要になるヒューズも入ってます。全部回路を組み込んだ状態がこれです。ここの可変抵抗、ハイ、ローと書いてありますが、ここで電力を調整すると、ハイが大電力で、そして L が電力を絞る方向です。中身はこんな感じです。ちょっとごちゃごちゃしちゃいました。こんな感じでなかなかいい具合にできているわけですが、一つですね、改善点を挙げるとすれば、本体のケース、金属ではなくてプラスチックにすればよかったと思います。というのも、これ人が触れるところですので、絶縁がやっぱ大事ですから、プラスチックなら絶縁しっかりとされているので、ケース触った時に感電する可能性が非常に低くなります。では実際にこちら動かしてみたいと思います。大丈夫ですね。電源を入れて、そしてこれを回していくと、はい、白熱電球が光りました。これかなりうまくいってますね。しっかりと電力の調整できています。おお、眩しい。白熱電球の場合、電力の調整はしっかりとできていますが、これが LED 電球になるとどうなるのか試してみます。はい、白熱電球は熱いので、これを消して冷めるのを待ってから LED 電球に変えます。パナソニック製の LED 電球に変えてみました。電源入れます。電力 100% の状態ではしっかりと点灯しますが、ここから電力を絞っていくとどうなるのか。少しずつ絞っていくと、まだついています。はい。こういう風にちらつき始めるんですね。さらに電力を絞っていくと、遅くなってきました。こんな感じで電力をかなり絞った状態だと一瞬点灯して、で、またすぐ消えるっていう風になります。多くの LED 電球は回路的に調光回路には対応していません。 LED 電球の取扱説明書を見ると、調光回路には使わないでくださいって書いてあります。それはなぜかというと、このようなちらつきが発生するからです。実際にハンダごとにパワーコントローラーを接続してハンダ付けしてみます。ハンダ付けする前に、まず小手先が即酸化してますね。これもダメな状態です。綺麗にすると酸化膜なくなるんですが、またすぐにこういう風に酸化してしまいます。これは温度が高すぎる証拠です。なのでパワーコントローラーで電力を少しだけ絞ってあげましょう。このくらいです。電力を半分くらいに絞りましたが、この状態でも問題なく3段付けできるか試してみます。ちなみに酸化速度は結構遅くなってます。今足が刺さっていないところを半段付けしていますが、これはスラスラと半段付けできています。ちなみに裏面はこのようになっていて、ブレッドボードと同じになっています。この基板そのうち販売予定ですので、 Twitter であったりそちらの方をフォローしていただくと最新の情報を見れます。 LED も半段付けしてみましょう。うまくいくかな。足を刺してで裏面にハンダ付けしていくと、この足のところで放熱されるようになりましたので、ハンダ付けは少し難しくなるかなといったところです。時間が少し経過していますが、小手先の酸化はかなり少なくなっています。なかなかいいですね。このパワーコントローラー問題なく溶けていますね。このようにしっかりとハンダ付けできました。問題ないかと思います。こういったIC部品類もしっかりとハンダ付けできるか見てみます。こういうふうにハンダ付けしていますが、問題なくできています。鉛フリーハンダでも試してみます。鉛フリーでも問題なくハンダ付けできていますね。ただ鉛フリーのハンダ付け自体、こういった温度調整のできないものでハンダ付けするのは不向きですね。ちゃんとした温調ハンダゴテを使った方が絶対いいです。もし温調ハンダゴテ買うなら PX280 あたりがおすすめですね。こういった電力調整器を使うと小手先の酸化というのは抑えられますが、繊細なハンダ付けは正直難しいです。というのも、このパワーコントローラーは小手の電力を調整するだけで小手先の温度は制御していないからです。電力をフィードフォワードで制御しているわけですね。一方で温調ハンダゴテは小手先の温度を制御するためにこの中で電力の制御をやっています。実はほとんど同じ回路が入っています。ただ小手先の温度を測るためにこの先に熱電椎が入っています。その熱電椎をセンサーにして温度をフィードバック制御しています。それがパワーコントローラーと温調ハンダゴテの一番の違いです。温度をフィードバック制御しているかしていないかです。というわけで今日はハンダゴテのパワーコントローラーを自作 DIY してみました。中身の回路はかなり簡単なので自作は可能です。ただコンセントから電源を取ってこなければいけないので、そこが少し危険なポイントになります。一見デンジャラスポイントですね。部品代金はトータルで500円ぐらい。感電防止の安全性を無視すれば部品代金だけで自作可能です。安全性を重視して絶縁筐体を作ろうと思うと部品代金が跳ね上がるといった、そんな具合です。今回の動画ぜひ作る際の参考にしてみてください。というわけで今日のスポンサーのディジキーの紹介です。どうぞ。これまでディジキーと一見はコラボしてきましたが、ディジキーの日本語 YouTube チャンネル、なんと登録者2万人達成しました。今回2万人達成記念の豪華プレゼント企画があります。何をプレゼントするかというと、今回一見が着用しているこのディジキー T シャツであったり、ディジキーのお箸、その他ディジキーのオリジナルグッズが当たります。いや、このディジキーのお箸でご飯食べたら美味しくなりそうですけどね。キャンペーン期間は9月の1日から9月の末まで誰でも応募可能です。応募方法についてはディジキーチャンネルに上がっている一見動画の特典映像を見てください。概要欄にリンク貼っておきます。この期間にぜひ応募してみてください。この T シャツが当たります。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。